はい、運転お疲れ様でした。お疲れ様でした。到着した。はい、高速を2時間走りましてですね、はい、やってまいりました、うん、上下町でございます。どうも、上下町の皆さん、こんにちは。こんにちは。ボケちゃん、どうかな？映画をもうね、ピンポイントで絞って、うん、オファーした方が話が早いような気がしてきました。ということは？はい。スターウォーズ！スターウォーズ！見た見た、私この間エピソードかなかなエピソードでもあれすごいファンついてるで、次何エピソードなんか知らんけど、はいはい、新作にね、新作に上下町、日本の上下町が舞台になってどうする、やばいですよね、世界中から上下町に、うん、もう全世界ですよ。だってちょっと若干日本好きじゃないですか、ジョージ・ルーカスさん。若干じゃない、あのジョージ・ルーカスはもう日本大好きですよ。大好きなんですか。あのジョージっていうのはね、山本ジョージさんの当て字らしいからあのジョージの方のジョージらしい、日本の、うん、そっからつけたぐらい。あ、そうなんですか。諸説ありだからおーかわいい、おーお前ついてきてたのか。これ乗せてきてたんですか。これなんかあのジョージ・ルーカスさんにも伝わりやすいんじゃないかな。わかりやすい ね、あの景色と一致して。そうか、うん、イメージって大事だから。そうそう、じゃああの黄色のやつやってや。え、 C3PO のことですか。 C3PO、 それぞれ、はい、ルーカス様、ルーカス様それはまずいんじゃないですか。ルーカス様、この二人の会話も必要だからね。カエル系列ついてきなさい。通訳しないと。え、俺は行きたくないのかい。誰が通訳するの。映画見たことあんのピコピコ言ったらあの黄色のが通訳するんでしょ。え、そうだったっけ、ね、はい、行きますよって言ったらピコピコピコ言うじゃん。お腹が空いてるとかわがまま言わない。あ、そういうのをやってください。そうだって、まあ、結構大変この役。そうよ、この役やんなくちゃいけないんですよ。で、僕はどうしてもまあ男性女性僕しかいないので仕方なく主役のルーク。ルークいらないですから。いや、主役と共に歩かないと話が。だって新作見ました。ルークほとんど出てこなかった。最後に一瞬出てきただけですよ。あれはルーカスじゃない監督が撮ったから。そんなことない今度ジョージ・ルーカスに最新作をお願いしたいんですか。この上下場でジョージ・ルーカスに向けてやるんですか。ジョージ・ルーカスのスターウォーズといえばこの3人はセットなんですよ。セットなんですね、はい、わかりました。で、これをじゃあ持ってくださいね。これ持ってやってくださいね。忙しいんで僕は。ちょっと待って、なんか何もかもめんどくさいこと私にやってきません。違いますよ、あなた本当に上下町のために一肌脱ぐ気あるんですか。いやいや、この辺から邪悪なポーズを感じるな大量の何かを感じる。どこに行きますか。ここだルーク様。ここだ。ここは何ですかルーク様。ビビビビビ、安福寺だ。安福寺って何ですか今いいわこのくだり今いいわこのくだりずっとこれで行きよったらほんま夜中になって。上下はね、本当にね、うん、四季折々の花が咲き乱れる上下町でございましてはい、あやめとか、あやめのね、咲いて、お、たぬき、あんなところにヨーダヨーダ様があんなところにヨーダ様アンプクジーオフ This is カラスよけ、okay? カラスよけジャパニーズ、これね、アイディア、アイディアね、これキラキラキラ、あ、お昼、あんなに朝集合したのにもうお昼ですよランチタイムチャイムランチタイム町内放送チャイム、懐かしいね。そう、12時と夕方の5時ね。聞いた、最後の2音聞いてるかここはいいよ、うん、ここはちょっと聞いてもらおう。いいリズムですね。2回目ちゃんとなっともう1回か。3回
三時と間違うんじゃないの。ですね。歴史を感じる。アンプテージ。いや、またいいの見つけちゃった。わ、紙が。これ嬉しいね。自分で打てる。うん。これジャパニーズ文化ですよ。ですよね。ちょっと重いイメージして2、3回よいしょ。ちょっと想像してたのに違う。ゴーンかと思ったらチーンの違かったですね。